どうも、遠藤です。フォーナーのデュエルを今日もやってきます。使うキャラはもちろん、ノブシ。で、最初の対戦相手は、ボーデですね。まあ、ボーデ強キャラって言われてますけどもね。まあ、やっぱ横切りの速さと、投げがやっぱ強いですね。崩しが。さて、まあ、ノブシのね、戦い方はまあ大体決まってきてるんで、走って、毒攻撃を当てていくわ。ガードされていく。で、蹴り、蹴りがちょっと遅かったか。おっと、マジで、マジ、いきなり溶岩に突き落とされたんだが。くそー、見てなかった。後ろ溶岩だったか。ちょっとこれもったいないですね。さあ、気を取り直し、ラウンド2。まあ、突きまくってね。まあ、一発ね、当てれればね。連続突きして、毒にしたりもできるんだが、おっと、大振り。結構大振りしてくる。しっかりガードして、弱攻撃を入れていく。これで毒ですね。で、さらに、このやっぱり下がりながら、で、蹴りを入れて、毒にしていく。で、下がりながら、入れていく。これは強いんだよね。この状態になったら、もう相手ね、もうなんかもう、イヤホーでも殴りかかってくるんだけど、その時に、下がりながら、突くやつが刺さってくるんだよね。ノブシはね、やっぱ縦のね、距離長い、攻撃範囲も長いんでね、やっぱ縦は強いっすね。逆にね、ステップには弱い、左右のステップにはすごく弱いんでね、ノブシと戦うときはね、ステップを意識するといいっすね。あんまりステップしないで殴りかかってくるやつは、もう距離で勝てるんでね。あと、突き攻撃も早い。さあ、で、蹴りを時間差で入れて、遠くにしていく。もう相手はもう虫抜きだ。これで下がりながら。もうほっといても勝ちっすね。毒で勝つ。これがノブシの戦い方。さて、第3ラウンド。ラウンド4。まあ、結構ね、ゴリゴリ押してくるような感じのタイプなんで、戦いやすいっちゃ戦いやすいかな。なんかあんまステップとかたくさんしてきて、なかなか切りかかってこないやつはね、ちょっと怖いんで。さて、距離を詰めて、下がりながら、おっと、切ってきた。下がる。しっかりね、ガードしてきた時に、ノブシは下がれるんでね、しっかり下がっておきましょう。おっと、蹴りが遅かったか。普通に刺していくか。ちょっと強切りが多いんでね、おっと、まずいまずい。上ガード。上ガード入れて、で、蹴り入れて、毒にしていく。で、月を当ててくる。あ、入ったね。これはもう、ほっといても勝ったかな。毒で。蹴り。よし、勝った。うん、ちょっと危なかったけどね。まあまあ勝ってたんでいいでしょう。ボーデはね、いろんなタイプがいるからな。じゃあ、次行きましょい。これなんだっけ？守護機か。守護機ですね。守護機はあんまり戦ったことないんだよな。なんだ、スト2で言うとこのザンギエフ的なポジションかな、これ。なんか一回投げられてね、なんか骨折られたんだよね。ほら。もっと当たらない。おっと、大振りが目立つな、あのキャラ。お、なんだこいつは。めっちゃ、ね、ゴリラ蹴って、ゴリラをくっ飛ばして、毒付きをしていく。さて、相手のライフも、もう半分しかないの。おお、なんだなんだな。めちゃくちゃだな。これもなんか適当に、チクッとやりゃ倒せるね。押してまいる。おっと、しっかりガードしてくる。あ、もうこれは毒で勝ちましたね。オツでございます。ただなんかこの守護機って、瀕死になればなるほど、なんか一撃で倒せるような投げ技は持っていた気がするんだよな。あれにだけは要注意ですね。ただモーションがちょっとわかんないんでね、どんな感じでやってくるのかちょっと思い出せない。さて、ラウンド2。まずは、突き刺して、後ろから突き刺そうかな。おっと、投げられた。スタミナが結構減ってしまった。ちょっとまずいな。スタミナないと。よし、一発入れて、蹴りが届かない。おっと、まずいな。あー、またスタミナ。スタミナ削られるのきついな。
で、相手どこ行った？置いた置いた置いた。結構相手のライフ減ってるわ。なんでこんな減ってんだ。もうあと一撃圏内かな。ちっちゃいの入れちゃえば。あ、はい、これでもう勝ちっすね。ポケットしてる感じで。まあ、動きが、なんか思ったより体力がないね。なんかいつの間にか減ってるんだけど、あれなんだな。なんか減、リスクのある技持ってたよね。それ使いまくってるのかな。はい、ラウンド3。まあ、ちょっと落ち着いて対処すればね、なんか勝てない相手ではなさそうですね。で、毒入れついて、下がって。で、蹴り入れて、毒入れしていく。で、チク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 やってね、下がりながら切ったりしてね、もうこれでね、OK ですよ。はい、もっと？おぉ！わぁ、なんこれか！あはは。やられた。ライフ満タンだったのに、死んだぞ、おい。そう、これがしごきか。しごきの投げ技食らってしまったよ。ちょっとね。まあでも、ちょっと、美味しいかな、逆に。逆に美味しいかな、これ。いや、ちょっとあの、投げモーションね。なんか、黄色、オレンジ色に光って、なんだ、ガード不能エフェクト？オレンジ色の。光らせながら走ってきたら要注意だね。まあ、あれ見たらもう横捨てとか、でいいんじゃないかな。やってこいよ。もうライフないだろ、もう。ほら、毒にしたぞ。こいこいこい。お、来た来た。これだよ、ほら。はい、かわす。かわしてくもう、二度と同じ攻撃は通用しねえよ。ちょっと噛んじゃったけど。ということで、しごき。まあね、しごき、ちょっとおっかなかったけど、楽しいっすね。これなんだっけ？バーサーカーか。バーサーカー、デュエルで戦ったことないんだよな。ドミニオンとかだと結構見かけるんだけどね。さて、どんな相手なのか、ちょっと楽しいね。確かアサシングループにいたよね。手数が多いのかな？両手持ち。両手持ちですね。飛びかかって攻撃とかしてる。おーっと！人の攻撃を無視して、あ！落としてき、落とされちゃいましたね。ちょっと投げ技。投げに反応できなかった。最初の飛びかかり攻撃はあれかな？なんか、ダメージ与えてもひるまずに殴ってきましたね。スーパーアーマーってやつですか。あの飛びかかりはちょっときついな。横捨てするか、パリーするか。蹴り！あー、ダメだ。見えてますね。警戒してますね。で、槍を当てていく。まあ、横捨て槍使った方がいいかな、これは。ほいほい、ほい。突き刺していく。で、蹴りからの毒突き。いいっすね。ライフがあんまないね、相手は。ステップからの攻撃した方がいいかな。おっと、間違った。パリじゃない。パリしなきゃダメ。で、隠密を見せて、普通に攻撃していく。で、強攻撃が刺さって、フィニッシュブロー。1-1ですね。今回はね、割とこっちがずっと押していく感じで、勝ちましたけど。さあ、続いて第3ラウンド、どうなるか。ラウンド3。いや、でもドミネでやってた時はなんか回転しながらゴリゴリ削ってくる技があって、あれが恐ろしかったんだよね。ちょっと落ちるところは苦手なんで、下がってやりますか。で、蹴りからの毒突き。まあこれはね、もう安定ですね。まあこれ、横捨てで実はかわせるんだけど、結構知らない人が多くてね、みんな食らってくれるんだよね。強攻撃食らって、蹴りが来ると思ったらね、横捨て連打でかわせるんで、みんな気をつけてください。で、お水からの、毒を入れて、次相手はもう即死圏内だ。で、第3ラウンドを取っていく。まあやっぱお互いライフは少ないんでね、勝負決まるのが早いっすね。ラウンド4。ラウンド4。なんだろう、あんまりなんか特徴がないな。さあ、走って、殴って、毒を入れていく。おっと、いて。あ、めっちゃ食らった。ちょっと待って、やばい。なんでこんなに減ってんだ。すげえ食らってんだけど。あ、お互い、うわあ、やばい。
スーパーマンの攻撃されたやろ。なるほどね。ちょっとよくわからんな。あれかな？上攻撃、上強攻撃の威力が高いのかな？もしかして。いつの間にか体力が減ってやられてしまった。ちょっとラウンド5まで来てしまった。これも慎重に戦おう。横捨てをちょっと多用していきたいが。走ってくる。走ってこないか。ベッケル、ここで入るんだ。結構戦いとしては楽だ。で、2回目の遠くを入れて、ローリングで回避。スタミナを回復させて、ステップ柄の、蹴りはやっぱり、おっと、蹴りかわされましたね。ペイント混ぜて、おっと、お、成功した。いいっすね。もう3つを成功させていく。これちょっと気持ちいいっすね。バーサーカー、なかなか手強い相手だったな。ま、次行きますか。